皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はまたまたコストコに行ってきました。今日はまた購入品をご紹介したいと思います。では早速スタート。はい、ご覧いただけましたでしょうか。この動画撮影してるんですけど、その前に2回コストコ行ってて、それまだちょっと出してないんですけれども、はい、結構最近頻繁に行くようになったので、ちょっと動画が溜まっちゃってるんですけど、はい、今日は買ったのは珍しいものだとマンゴーですかね。はい、あとはマフィン、はい、とあといつもの感じで同じものばっかりなんですけど、はい、今日は目新しいものはそんな感じですね。でちょっとうちの中でヒットしている金福の明太子スティック、はい、すごく重宝してパスタとか、あとやっぱタラモサラダにしてよく食べてます。もうなんか我が家ではないと困るぐらいヘビロテしているものになります。はい、本当にスティック状なので取り出しやすいし扱いやすいしっていう感じで便利アイテムですね。は
い、ぜひぜひ皆さんも、もう最近暑いのであまり料理したくないっていう感じの方もパスタとか茹でたら混ぜたりするだけだし、ポテトめんどくさかったらチンしてマッシュにして混ぜるだけなので、それだけでとっても美味しいので、はい、ぜひぜひ金子の明太子スティックはおすすめなので、ぜひ食べてみてください。はい、はい、終わりかと思いきや別撮りでまた撮ってるんですけれども、あのあと、しめじを初めて買って使ってみたら、なんとすごい使いやすいことが判明しまして、それをご紹介したくて別撮り撮ってます。はいはい、こちらじゃじゃん、ブナシメジ買いましたってお話ししてたんですけど、あの後はちょっとバタバタしてて使ってないんですけど、今日初めて使ったんですけど、なんとこれ 600g なんですけれども、これジップロックっていうかパウチになってたんですよ。これ私今使ってちょっと水がついたりしてますけど、はい、今お昼ご飯ランチを作ったんで、そうすごいこれ大容量でいいなと思って買ったんですけど、なんとこれちゃんとパウチになってました。これをね、せっかくなのでお伝えしたくて動画回しております。はい、すごい便利です。すごいいっぱい入ってるのに、でこれいつもね普通にパックで売ってるのは石突きをカットしてばらさなきゃいけないけど、本当にこれそのまま使えるしめじって書いてあるから、なんか私は容量がすごいいっぱい入ってていいなっていう風に思って買ったんだけど、なんか実際使ったら本当その石突きカットしたりとかするのもしなくていいし、バラバラしてるしね。でこれがねジップロックになってるので、本当使いやすいと思いました。これお知らせした方がいいなと思って、はい、慌てて買いました。はい、そしてあともう一つ、これまたあの後に金福の明太子をスティックのご紹介したんですけれども、それよく使ってますってお話をしてたんですけど、ランチで息子がちょっと明太パスタ作ってくれたので、それをちょこっとですけど動画撮ったので、せっかくなのでそれを後で最後かな、はい、お見せしたいと思います。とにかく本当パスタ茹でて金福の明太子のスティックを3本ぐらいかな、2人分だったら、はい、でそれにうちの子はちょっとめんつゆとあとマヨネーズを入れてるんですけれども、それで混ぜてるだけなんですけど、すっごい美味しいんですよ。で私は明太子をパスタ作る時は息子と違って明太子とあと昆布茶の粉末ね入れるとすっごい明太子パスタ美味しくなるので、はい、ぜひぜひおすすめです。作ってる、すいません、工程はちょっと撮れてないので、写真だけ、あと出来上がりのパスタの動画は撮ったので、よかったらそれをご覧ください。とにかく本当金福の明太子スティックは超おすすめです。今回はパスタだけですけど、他のお料理とかも全然お豆腐のね上にね明太子を乗せてチーズかけて焼いたりとか、まあ他にもいろいろ使ってるので、はい、バケットとかね塗ったりとか、はい、超簡単に作れますので、はい、またその作った動画撮れたらまたアップしたいと思います。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいたらいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。いつも最後までご視聴ありがとうございます。よかったらコメントの方もよろしくお願いします。はい、では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。